はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は SG 高校限定ルートでやっていきたいと思います。じゃあデッキの編成から確認していきましょう。デッキはこんな感じですね。限定なので、特攻キャラを今回はね2人入れてみました。まあ普段はねこの神宮寺あんまり使わないんですけれども、東条と、神宮寺が特攻キャラになってます。で、マネージャー枠としてはせっちゃんで、ホムラちゃん入れて、草野とちーちゃんですね。で、あともう一つのポイントは今回、ホムラちゃんとちーちゃんのコンボがあるというところになります。まあ、これでね、どこまでいけるかちょっとやってみようと思いますので、練習をしていきましょう。コツが来てますね。コツがメンタルか。いきなりメンタルコツ。どうしようかな。まあ、やっちゃおうか。ちーちゃんはね、アベレージヒッターがあるので、それが神宮寺と被ってますかね。で、伝説のさよなら男はね、どれくらい使うんだろう。取ったことないですよね。確定じゃないし、なんか一回やったらね、失敗して取れなかったんですよね。さよなら男のね、コツを持ってる人がね、珍しいんで、そもそも。すぐパッと出てくる人といえば、鮫島のおっさんくらいですかね。あと誰が持ってんだろう。どうしようかな。神宮寺も結構評価は低いっすね。監督の評価を上げる必要がないからな。まあ、小室ちゃんあげとくか。まあ、ヤンキーよりは女性でしょう。一緒に練習するんだったら。まあ、草野はね、魔術師が確定っていうので入れてます。これはどっちにしようかな。2人、1人。草野かな。守備職人はね、やっぱり取っておきたいんで、コツすらくれない。で、せっちゃんが出てきましたので、まあ、告白のところまではせっちゃんを追っていきましょう。やっぱね、ホムラちゃんを入れるとね、前入れがね、軽くなるっていうのがね、すごいいいですよね。メンタルあるね、いいね。ホムラちゃん、どうしようかな。ヘッスラとか、体当たりとか。まあ、ヘッスラは掴むとして、体当たりはそもそも筋力がないから、無理だ。ムードも無理だよね、これ。ムードも無理だよね。さてさてさて、何が来る。こういう時はね、経験点でもいいんだけど。おほむ固め打ち、いいね。もうここら辺は完全運ですからね。何が来るかとか、コツが来るかとか。もちろんパワープロはね、試合で打つっていう腕とかも必要ですけど、運もねめちゃくちゃ必要ですからね。ここは聞くことはないと。サクッといきましょう。サクッと。あとね、SG はどうしてもミッションがある分、時間がかかっちゃうんですよね。まあ、1時間はいかないけれども、確実に、これは登場だな。40分、45分は超えるんで、普通に甲子園まで行くと。うわ、コツくれないか。
せっちゃんがいないね。 13% ここなかなかいいけどな、なかなかいいけどな。休んでおくか。一応ミッション見よう。ヒカミンでしょ。月通崩しはいらない。粘り打ちか。まあ悪くはないね。粘り打ちは取ってあるからね。一回寝よう。で東条はね、どうしようかな。切ろう。調子安定を取りましょう。せっちゃんがいてほしいんだけどいない。せっちゃんいない病か。じゃあちょっと小村ちゃん評価が低いんで走っとくか。せっちゃんが間に合わないとなると結構きついな。これなんだっけわからん。普段使わないから。神宮寺のこれは何のイベントだ。もうそもそも金徳だったかどうかすら覚えてないっていう。金徳は野球でモテろの方か。開き直るとサボり癖がつく可能性があるんで逆境がつくけど、これは一人でやるか。やる気も上がるし。せっちゃんいる。小村ちゃんもいる。粘り打ちちょっと惜しかったけど、まあさすがに10月になるんでせっちゃん優先でいきましょう。この謎のイベントもいいですよねSG で起こるまあ監督は甘いよっていうイベントだと思うんですけど、これはもうちょっとせっちゃん追っていきましょう。星3になるまではやっぱり追っていきたいんで。でせっちゃんの場合はね、告白でね評価が上がらないんで、クリスマス一緒に入れたとしてもお正月がね一人になる可能性があるんで、そこもちょっとケアしていきたいっすよね。これね確か両方失敗があるんだよね。監督にアピールする必要はないんで。ボロってふざけんなお前、このヘッタクソが。せっちゃんがまあとりあえず3になったんで、どうしようかな。ちょっとミッションを見よう。ムード丸か、取っておこうかな。どうせムード取らないといけないしね。要人警護が45。ガードが上がるんで、ちょっとガードで固めよう。草野とせっちゃん、よしこれでいいでしょうレベル20のガードがいるっていねえしそんなやつはめられた。もうはめられたからこっちやろうかな。技術ポイント45、これはまあまあでかいけどな。結局ね練習をしないとレベルが上がんないんですよね。その役割のガードレベル上げたいから回復しつつ練習しよう。やっぱり目先のね経験点に走っても後々クリアできないミッションとかが出てくると結局損になるんで。ノックしてるやつってさ選手別にコーチっていう感じはしないんだけど、さてあとはもうコツを追っていきましょう。東条頼むぞ。パワースト降格はねやっぱり欲しいからね。はいやっ今月はあれかな、闇夜のノック対策かな。いいね。どうしようかな。やっぱりもう一回は掴みたいからね、パワー降格は。特にね筋力が1枚なんで今回これで。まあパワーヒッターは OK と。
お、来るね来るね、来るね登場やる気満々だね登場の。 11% か、これまあやってもいいかな。うわー、怪我したか。筋肉痛か、筋肉痛で運ばれるって相当の筋肉痛だな。いやー、あれができなかったのはちょっと痛いな。まあここもね、サクセスは運が必要というところですよね。どうしようかな。せっちゃんの評価をねもう上げる必要はないんで、悪球打ちはいらない、気分屋もいらない。どうするかね。せっちゃんと練習してやる気を上げておくか。てか告白来てくれ、告白。おお、来た来た来た。せっちゃんと東条を入れてるとこの後イベでね体力回復する可能性が結構あるんで、それが終わるまではねなかなか満タンに回復するやつを使いたくないんですよね。東条いいね、東条いいんだけど広角打法が欲しい。かまってちゃんと体力減るっけ。あ、減るよね。ミッションを見てみよう。変わらん。なのでデートをしますか。もうこれせっちゃんは追わなくて大丈夫ですね。これ技術42も入ったっけこれで小村ちゃん1回目。ちなみにさ、プレミアムシートって何指定席みたいなやつ、年間パスポート的なやつ、ディズニーランドで言うと。よし、体当たりは忘れずに掴もう。パワーヒトって固めと粘りね。 SG はねコツがミッションで来る可能性があるんで、一応コツが発生するまでは置いておきましょう。神宮寺はアベレージヒッターだけだよねこいつ。まあスカウトもいるし、能力アップか。お、来た来た来た、野球 VS ソフトボール。時には怒ることも必要なんだね。お、これ体力上がるんだっけそう、これでね送球骨をつかめるのがねいいんですよ。さてさてさて、レンジャーはやっぱり入れておきたいんで、オホムを入れて、バウンサーも入れておくか。バウンサーはどっちだ、こっちの方がレベル高いか。よし、これでいきましょう。まあここもサクッといっちゃいます。ちなみにさ、特攻キャラって何、入れれば入れるほど簡単になるのあんまり違いがよく分かんなかったけど、2枚入れても意味ないよとか言われたらすっげえ悲しいんだけど12月の2週か。草野もまだなんだ。
まあ神宮寺の評価を上げつつ、オホムのねレンジャーレベルもやっぱり上げたいんで、野球でモテろ、俺彼女いるし俺彼女いるしってやりたいんだけど、あ、大丈夫か、俺彼女いるし、ここは練習をしておきましょう。まあ草野もいるし、次がねやっぱりクリスマスイベントなんで体力は減らしておきたいんで、てかさ左上にあるのって何、電子レンジある？せっちゃんは何、自分の部屋に電子レンジがあるの？まあ、料理やってるからそういうもんなのかな。登場頼むぞ、広角打法をくれ、俺に広角打法をくれ、練習か。まあでも登場コツ自体はね回数来てるんで、さあ初詣に行きましょう。野球が上手くなりたい。初吉か。ちょっとミッションを見て、体当たりとかあ、粘り打ち来てる。練習にいいのがなかったら粘り打ちでも取りましょうかねと思ったけど、草野の評価が上がってない。これはちょっとどうしようかな、悩むね、悩むけどちょっと草野の評価上げとくか。この編成はあれかね、ちょっとみんな初期評価が低めかと思った。おー、このイベントはねほんとやだ。サングラスてかさ、高校生なのにさ学校にサングラスしてんのか。コツがあるんでいきましょう。でアベレージヒッター、アベレージヒッターも結構技術を使うので5までつかみたいですね。で登場はなかなかいいタイミングできたな。草野、あれ草野って粘りか固め持ってたよね、そういえば。アビヒカ、オッケーオッケーオッケー。コツが多いんでね草野くんは。闇夜のノックって言ってるけどさここじゃあんまり関係なくね洞窟の中だからめっちゃ電気ついてるし、まあしょうがない。ここをどうするかな。粘りを取って粘りを掴んじゃおうか。もう全員の役割1かってことは、レベル的にはこいつらでいいかな。うん、じゃあミッション開始と行くぜ。1っていうのがねちょっとあれっすよね、なんかもうちょっとレベル上がってほしいんだけど。これもやばい、やる気がなさすぎる。これも同じかな、やる気は結構2上がるんだ知らなかった。で早急はもう多分いないよね、だから3で掴んで、阿部ひも掴んで、粘り打ちは掴んで、でちょっと能力を上げていくか、オールEくらいには合わせていこうかね。総力はいい案か。呼吸もEまで上げて、よし、とりあえずこんなもんでいいや。さてさてさて、練習をするか。これはちょっと微妙だからミッションを見て、いぶし銀か。いぶし銀の1ってどうなの。クマさんか。クマさんでもバウンサーは1人でいいでしょう。バウンサー2人入れた方がいいのかな。
バウンサー2でいこうか。よし、これでやってみよう。クマだらけだとか超怖えんだけど、マジで。クマとかさ、会ったことないからわかんないけどさ。あ、上は排除できたか。よくクマにさ立ち向かってるよね。ちーちゃんとかさ、女の子なのにさ、クマに立ち向かうとか、どんだけ危険な高校なんだよ、ここ。一応ちょっとバウンサー2で罠を外して。ここもクマだらけだね、本当に。今強いな、やっぱり。さらにあれか、罠ありか。おお、来るね。ちょっと先に出てるクマからちょいちょい排除していこう。犬系は来ないかな、もう。これは罠で、こいつは倒せるっしょ。テカテカテカ、取りたい。いや、クマがいっぱいいると結構大変だね。バウンサーに入れといてよかったな。こいつら平然としてるよな、クマ相手にしたのに。よし、ここで体力もちょっともったいないけど回復して、やる気が上がらないか。で、いぶし銀って1だとどれくらいなの？いぶし銀結構使うんだよね。48の61か。ちょっと精神がな。コツ。草野は、このね、粘り打ちを持ってるんだかね、固め打ちを持ってるんだかがね、結構ね、ごっちゃになっちゃうんですよね。粘り打ちか。じゃあ大丈夫だな。守備職をお願いします。草野さん、練習か。多いな、練習。東条の出番がない。やっぱりヤンキーの方が前に出るのかな。これもサクッといきますか。でもなんとなく簡単だった気がするな。なんとなくだけどね。変わりませんよっていうコメントが来たらかなり悲しいんだけど。ミッション、別にだね。ここはじゃあガードレベルを上げていこうかな。草野か、東条がいないのか。ラブパ狙いでもいいか。ラブパ、かっこよくはないか。まあ所詮は俺だからな。これは経験点を狙っていきましょう。これでね、60入るっていうのもでかいよな。お、小村ちゃんのバイトが終わった。あ、結構高そうだけどさ、この期間のバイトで貯まるの？そのプレミアムシート買うのに。
ちょっと高校生にしてはみんななんか金持ってるよな。デートで遊園地行ったりさ、別にバイトしてるわけじゃないからね。だって野球部に所属してんだから。ああ、そっか、ちーちゃんのね、打撃ね。これはちょっと、成功させたいな。成功と失敗で、めちゃくちゃ差があるからな。ミートを上げといた方がいいのかな。一応上げとこう。なんか C くらいに上げとくか。ここら辺のね、ミート依存とか、どうなのかっていうのがね、いまいちわかんないんだよな。これ、草野も行きたいな。草野も行きたいけど、まあ、こっちだね、普通に。広角打法はまだ来てなかったよね、そういえば。おー、練習か。広角のな、直取りはきついからな。これの成功失敗の判定がよくわからん。え、なんか失敗したっぽい。代打のコツ。失敗したね。これは 9% か。また何とも言えない数字だな。ちょっとミッション。ハイボールヒッターか。まあ、ハイボールヒッターだったら取っておいてもいいかな。パーティーの役割レベルが2。バウンサーはちーちゃんでいいかな。まだ。よし。じゃあ、これでいきましょう。よし、ハイボールヒッター。まあ、ロードワークには出ましょう。臨床もね、そんなに足りてるわけじゃないんで。で、練習。あんまりいいのがなさそうだけど、いいのがなさそうだけど、どうしようかな。東条のレベルは、まあ、上がりそうだから、せっちゃんと練習をして、別にせっちゃんと練習をするわけじゃないけどね。かっこいいけどさ。頼むぞ。多いね。多い。ちょっとバッドイベントが多すぎやしないか。せっちゃん。これでもね、なんかね、冷やし中華を作ってくると、めちゃくちゃね、やる気がどんどん下がっていくからね。冷やし中華以外でお願いします。大芋団子ありがとう。で、ここか。一応ミッションは覗いておきましょう。あー、野球書シリーズね。これどうなの。絶対無理なんだけど。ミート2、総力2ってね、上がり方もなんか微妙だしね。だったらラブパで練習するよっていう。野球書シリーズ下がるからね、失敗すると。ここの最終決戦もまあこれでいいでしょう。これもサクッといきます。よし、大丈夫ですね。
あれ、そっか、やる気マックスじゃなかったんだ。で、これはやりましょう。ぜひぜひぜひ。すげえ経験点だな。東条はね、ほんとね、強いと思うんすよね。マジで欲しい、東条。あれ、イベントの消化率って今どうなってる？東条は終わって、草野も終わって、せっちゃんもこれで終わって、ちーちゃんも終わって、ホムも終わって、神宮寺も終わったか。これって何？どっちがいいの？つづら持って帰ろう。手ぶらよりは。お、やった。やる気が上がった。いいね。東条か。東条でいきましょう、これは。よし、やっときた。で、ミッションは何だったっけ。あそこ野球所だったっけ。野球所とか、やだ。いくら2人入れてるとはいえ、東条レベル48あれば十分かな。おこむもな、43あるしな。まあ、スカウト評価も上げておきますか。まあ、ミートは C あるから。評価も上がりやすいでしょう、スカウトの。何にもなかったし、そもそも。コツが来てるので、まあ、草野のコツをやるとして、で、多分、あ、森の熊でアベレジスタ取れたんだ。竜の卵と古文書、これ両方やりたいな。ってことは、まあ、まずは、草野。チャンスメーカーか。これね、早めに来てくれるとね、いいんだけどね。チームメイトの評価が上がるんで、これもいいね。しかしここからはちょっと、まずは古文書だな。自信のあるメンバーで挑めって言われてもね、これでいいかな。古文書はね、最後絶対使うんすよね。なんか落ちちゃった。カラスを。あれ、これさ、入れなきゃいけないとかってあんのかな。神宮寺をそもそも入れないとダメみたいな。この罠もね、きついからな。やばいやばいやばい。これはちょっと厳しいぞ。スナイパーもね、攻撃力が高いから、クマとかをね、倒すのにね、結構いいんですよね。もう直に倒すっていう。スナイパーを使った編成もやってみようかな。うわ、ここだよ、ここ。もうこのわけわかんない。一体はな、でも取っておきたいからね、やっぱり。なんかあった時のために、こういう時とかね。一体だけだったら多分対処できるから。で、出てきたやつらをもうどんどん当てていくと。あー、やばいな、これやばいな、なんか怖えわ。ここでもう絶対使うわ、わかんなくなる。ここをね、突破できればね、カラスなしでなんとかなるんだけど。まあ神宮寺が失敗してるからね、ここで金徳を稼いでおいて、これはミッションやってせっちゃんとデートだな。竜の卵いきましょう。市場はね、カラスなしでクリアしたことないからな。あったっけな、忘れちゃったな。来るね、ゴリゴリ来るね。おお、ちょっと余裕こきすぎたかな。まあでも
大丈夫は大丈夫なんで。これね、多分スナイパーいるとね、わりかしね、早めにね、雲をね、対処できると思うんですよね。こいつ突破できるか、突破されたか、むしろ。バウンサーは一回押し出せばなんとかなるんで、まあ大丈夫っすね。よし、これで竜の卵もクリアと。で、一応コツを見て、メンタルにいないから、せっちゃんとデートと。これ何回目 ?3 回目まだもしや。SG はね、ミッションをやる関係で、結構ね、デートがキツキツになる可能性があるんですよね。で、試合が始まる前にもう一回デートをしたいと。これどっちにしよっかな。まあ、こっちかな。ポイントをゲットして、おお、登場とかすげえよな。学籍をバットで弾いたとか言って。友好的に接する。守備草野か。ちなみに、ちなみにミッションは、あ、盗塁のコツがあるんだ。草野はね、盗塁のコツ持ってますからね。チャンスメーカーも来てるね。用心警護ね、7はね、結構難しいんだよね。とりあえず、今2周だから、まあ、草野とタッグを組んで、で、1回ミッションやってデートをやるか。ここも良かったね。まあただどうしようかな。盗塁を取るか、チャンスメーカーを取るか、技術80か。ちょっと能力を整えてから考えよう。あ、ミートはちょっと一回置いておいて、パワーはやっぱり C 欲しいよね、どう考えても。で、総力なんかオール C くらいにはしておくか。オール C 行くかな。敏捷が足りなそうだな。やっぱりね、敏捷が足りなくなるんだよね。ちょっと総力を一旦外して、で、補給に回して、もう一回補給に回すか。ほいほいほい。チャンスはもう一回な、掴みたいよな。ちーちゃんがあるはずだから、骨格打法も最悪3で掴んで、片目はもういいや、取っちゃおう。代打とかね悲しすぎる。チャンスメーカーこれだけか。盗塁を取ってる余裕がないからな。ただ敏捷的に1では潰せないからね。あと恐怖の満塁男とかも必要だから、ハイボールヒッター一応せっかくだから取っておく。ムードとかまだ取ってなかったんだ。魔術師もね、やっぱり時価で159だからな。まあ、金徳にしては安いんだけど、時価で取るとなるとやっぱりきつい。なので皆さんのコツ次第か。盗塁ってちなみになんだっけ、筋力ポイントか。盗塁かな。経験点的には技術とかも美味しかったけど、盗塁がこれで4になれば、まあ、潰しやすくはなるんで、敏捷ポイントのね、節約にもなるから。まあ、テーマっすよね。経験点をとにかく取る方向でいくのか、まあ、それともね、強い選手を作りたいのかみたいな。経験点を取るだけだったらもう絶対に技術80取った方がお得なんですけど。あれ、どこ行ったあいつ。お、ホーム。おホームはちょっと取っておくか。
用心警護5だったっけ、これ用心警護7になるとかなりきついよな、そう考えると。あ、取りたい取りたい取りたい、無理か、金塊を取りたかったな。さてこれで一応見てないからデートに行きましょう。で甲子園前に一回デートを行えば大丈夫ですね。まこれで精神ポイントも入るし、コツはちーちゃんがチャンスコツとか来てくれるとね嬉しいんだけどね。あ、初級がある、初級もな、取っておきたいな。これは無理だ、カラスないと絶対無理だから、これ結構悩むな。ちーちゃん、ちーちゃん、あと何コツ的には、チャンスだけ、チャンスをね2だとね取るのがきついんですよね。あ、逆境があんのか、逆境もただな、直で取るってなると結局どっちも精神だからな、まあ、チャンスの方がいいけど、逆境が来てもいいけど能力がアップしたっていう。今ねなんかめちゃくちゃ寒いからね、寒いとねこう手があんまり動かない時とかあるんですよね。広角どうしよっかな、ちょっとまだ置いとくか。甲子園前だからパワーヒッターだけで大丈夫だとは思うんだけど。お待たせいたしました、3番甲子園に行くとやっぱり広角打法もあった方がいいですね、特に2回戦目以降、まあ、1回戦目はねまだなんとかなるんですけど、こういう時とかねまあ一応言ったけどさ、ホームランパワーがね B あるわけじゃないんで、おおそんなに曲がんなかったか、それでも3失点したのか、まあ居抜きが3失点したのかどうかは分からんけど、試合もね結局運ですからね、取られるときは大炎上するからなもう本当にね、海道高校のね紅白戦がねマジで勝てないっていう、これあのパワチャレやっててコメント一言入れられるじゃないですか、そこにもね結構書いてあるんですよね、紅白戦むずくないですか、紅白戦よく負けるとかどうしよっかな、練習してせっちゃんとデートだな。体力がね、あり余ってる状態であんまりデートはしたくないんで、まあこれでね、どこ行くみたいなこと言ってくる時ありますからね。あとはちゃんと金徳をくれるかどうか。よしよしよし、オッケー。初級取りに行こっかな、そうすると。なんともちょっと経験点がどうかな。あとやっぱりセンス丸があるのかないのかでもだいぶ変わりますよね。バッターは吉松、第9球投げました。広角打法ないけど、いった。おいおいおい、失点が、失点が多いよ、ちょっと。追う展開で迎える3回です。ワンアウトランナーなしという、そしてね、ここでね、塁に出てるか出てないかもね、こう味方が。セキュリティガードリードで迎える4回です。ツーアウトランナー、ああまあいいや、矢部くん出るね。よしよしよし、もう安泰でしょ、さすがに。スバルとかはねもうタイピン罰だからねマジ終わってるよ。
大炎上ピッチャー。よーし、甲子園出場して一応タッグを見て、うん、やる気候カップが重なってるから結構あるね、結構あるけど、ここはラストミッション、ラストミッション、明神警護7。どうしよっかな、バウンサーをもう一人入れるか、バウンサー2でいこうかな。ちょっと神宮寺でもレベルが低いんだよな。あ、いつの間にか草野の方がレベルが高くなってるしいつの間に49と38のバウンサーだったらどうなのか。やっぱりバウンサー1でいこう。よし、行くぜ。これ一人で突破、まあ二人だから大丈夫か、さすがに。で、ここも突破できると嬉しい。おお、いいね。さすがにレベル93は突破力があるね。これ草野を派遣して、これなんだよね問題は。クマさん、これ主人公で多分上も突破できるから、金塊を狙いに行こう。草野でこの防犯的な人間を対処できるかどうか。対処できなかった、しまった。ちょっと待って、おホム出して、おホムも無理か。おあ、怖い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 、ちょっと待ってちょっと待って、あぶねえ、最後超危なかった。いやー、怖い怖い怖い。やっぱ用心警護はね、7になると難しいっていう。さてさてさて、じゃあパワーを B まで持っていって、てかさ、俺ポジションどこだったっけそれすら覚えてないんだけど、ショートかあ、そうだ、だから草野入れたんだ、守備職人っていうか魔術師欲しいと思って。最悪総力は犠牲にするか。半田製造機もな、105使うからね。合格はちょっと戻っちゃおう。1級入魂戻っちゃっていいでしょ。チャンスねえか、もう取ろう。満塁男で技術が足りないのか。うわ、技術がだいぶ足りないね。ということは、これで筋力を上げつつ、まあ、神宮寺の練習で技術ポイントを稼ぐと。やっぱり東条入れると、でも筋力ポイントは結構間に合うね。東条は優秀だな、そう思うと。まあ一応ね、打撃を2人入れてるっていうのがあるけど、打撃も一緒に練習すると筋力もらえますからね。2回の裏、セキュリティガード攻撃に入ります。この回のトップバッター初球を打ちました。いかなかった。おー、1点取られてる。ちょっとちょっとちょっと、追う展開で迎える4回です。ホームランが打てん。満塁、満塁男の力を見ろ。チャンスを迎えました。ノーアウト満塁という場面で吉松、恐怖の満塁男じゃないけどね、これが満塁男の力だ。ホームランならねえし。これは満塁男返上だな。あれ、坂部に変わってる、いつの間にか。あれ、なんかいかねえな、ちょっとずれてんのかな。まあ犬木はなんとか投げ切ったか。まあしょうがない、ホームランが打てなかったんでしょうがない。さてここから、まあこれで最後まで練習できると思えばそれでいいでしょう。激闘第一か。スリア君もね、ちょっと打ちづらいからね。
まあ、両方結局取るとして、まずは軽い方の恐怖の満了とか取って、魔術師なー欲しいなー、ショートだしなー欲しいよなー。やっぱりね、草野はね守備職人が安定しないんですよね。そう考えるとね、田中山くんにするっていう。俺ウラガを持ってないんで、ウラガ持ってたらもう絶対ウラガ使うんですけど、ウラガをね持ってないんで。ウラガもねめちゃくちゃ優秀キャラだとは思うんですよね。際どい、あ、これはストレートか。いきなり追い込まれたな。一つ外したボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げた。2球種とはいえ結構厄介だからね、鶴谷くんも。さあ5球目打った、これはいい当たりだ。よしよしよし、結構点の取り合いになってんな。2アウトランナー2塁という場面、あーっと行った、回ってくるね。セキュリティが白石くん迎える7回です。この下下下振らないっていう。今日6打点を挙げています。おお、これしかもさ、この前盗塁失敗してアウトになって打席が終わったっていうねそういう時もあるからな。最後がしょぼいな、何にもなかったね。これは技術を取りに行きましょう。19 17、でも筋力はいいかな。ちょっとでも敏捷も上げつつ、サクッといって、一応まあ上げられるのは上げておきますか。総力は C にしておきましょう。でどうしようかね。金徳に走るか、とりあえずアンダー製造機取って、アンダー製造機よりあれかな、まあ、多分エピローグポイントとか合わせればアンダー製造機取れるんだけど、先に魔術師をも取っちゃおう。直取りか、技術が一気になくなったな。イブシンは小村ちゃん来なかったね、コツが。全然代打とかね取っとく、代打ならないかな。チャンスもね、1は欲しい気がするんだよな。チャンス1取っとこう。どっちかっていうと特殊能力よりかな。ショートだからね、肩 B、 守備 B くらいは欲しいんだけど。セキュリティガード追加点のチャンスです。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で吉松、第2球、うわ、全力ストレートか、全力ストレートか、カーソルがずれるからな。第3球を投げた、ボール、カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた、打ちました、セカンドの左、ゲッツー、2塁になってしまった。いいところで回ってはくるんだけど、あ、しまったしまった、シュートか。第2球、投げました、これはフォーク、とりあえず1点取ったからいいや。1本、アーサーのうちに1本。ちょっと待って、シュートはやだ。吉松、今日はセカンドへの併殺だとショートゴロ、ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、インコース引っ張った、サード後ろにそらした、エラー、今の強襲だよ。セキュリティガードネイドで迎える7回です。バッターは吉松、今日はここまで今のエラーなの。第2球ひどくない、投げました、内角高め、スライダーは外れてボール、バッターよく見ました、カウント1ボール1ストライク。アーサーが死に出したな。さあ4球目、これは無理、フォークは無理。いや最後の打撃がしょぼかったな。いやあのエラーは納得できねえわ。14とか攻めて優勝できたから20ポイントずつもらって、あとは何位締めだ、3位か。だいたい SG は3位とか2位が多いよな。
中の試合でスカウト評価が上がらないかね、試合がないから。お、そうかそうか、ホムラちゃんいたんだ。てかこれ全然読んだことないけどさ、チケットプレミアムシートのチケット、あ、なに、プレミアムシートって別に年パスじゃないんだ、もう使ったのか、俺なんかのために使っちゃっていいのって。っていうかね、ソファーがふかふかだ、ウェルカムドリンクもあるっすよと。なるほど、ビップ席か、簡単に言うと。気迫ヘッド、気迫ヘッドは軽いからね、いいとして、まあ、とりあえず金徳を優先して取っていきますか。まずは5700経験点は。さてさてさて、アンダー製造機、気迫ヘッド、気迫ヘッドはほんと助かる安いで、対エースも取るでしょ。やばいな、技術が足りないな、筋力がダダ余るぞ、パワー上げとかないと。足りねえ足りねえ、ちょ待って、だってアンダー製造機欲しいよね。で気迫ヘッドも取るでしょ、これでギリなのか。いや技術足んないな。でさっき何取ったんだっけ、あ、タイエースだ、タイエースが取れなくなるんだ。全然技術が足りないね。じゃあちょっくらチャンスも取れないのか、技術が全然足りないんだ。気迫ヘッドのあれがちょっと効いてるなかといってな、金徳を無視するのはな、さすがにあれだしな。総力を上げて、補給を上げて、あとなんか取れる、代打はちょっといらん、逆境か、逆境直取りか。いやー、だったら補給をちょっと上げとくか。で、あと何が余ってんだ、脇打ちとかどうなの、脇打ちとかあんま取りたくないんだよね、使いづらくなるんで。あんまりボール球打たないし、そもそも。あー、あとは基礎能力を上げていきますか。パワー、足補給、ここでいいや。ちょっとね、技術が足りなくてポイントが余っちゃいましたけれども、まあこんなもんでしょう。やっぱ東条一人いれば大丈夫したね。まあ3で掴んでもよかったかな、パワーヒッターは。というところで、まあ一応こんな感じにはなりました。S2 の118か。あとね、恐怖の満塁男じゃなくて、なんだっけ、伝説のさよなら男か、あれがね失敗しちゃったんで、まあ直撮りするとどれくらいなるのかっていうのがちょっと覚えてないですけれども、まあなかなかいい選手が出来上がったとは思います。もうちょっと肩と守備が上がっていればよかったですね。パワーはね B でよかったんですよね。まあ最悪別にパワー C とかね、肩と守備が上がってくれた方がショート的にはいいんで、まあとりあえず東条は1人いれば筋力ポイントはなんとかなるかなっていうところですね。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。